こんにちは、何が正しいのか何が正義なのかこれはですね私なりに解釈すると向かう方向が決まっているからこそ正しいことと正しくないことが決められるんだと思うんですよね、うん、だから稼ぐためにビジネスを始めるんだったら今日一日お金が本当に、ね、増えてるかどうかっていうことが全てだと思うんですよでも楽しむためにビジネスやってるんだったら ビジネスっていううのは支払うこともありますからねだから損失がが出てて終わりっいいうううののも楽ししければしょうがないのかなかと思うんですよねだからネットビジネスをはじめとしてネットワークビジネスなり店舗のビジネスなり会社経営とかありますけども、まあ、出費ってのと経費のね出費ってのと売り上げっていう収入ってのはこれ両方とも発生するはずなんですけども何を目的にするのか利益を出すことを第一にするのかね会社がそうじゃなくて。 みんなで仲良くストレスなく問題なくやっていくことが目的なのかって考えた時に、うん、なんか両方をね手に入れたいっていうのは誰しも求めるところなんですけどもなかなか最初からそうもいかないですよねどちらかというと最初は人間関係もうまくいかないし利益も出ないみたいなところでまあ耐え忍んでいくんじゃないかなと思うんですよで徐々に売り上げが取れるようになってで仲間意識も高まってきてで反抗的な人は 考えを改めるか排除されていって。で、だん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 結果を出せる人、少数声になっていくんじゃないかなと思うんですよ。で、ビジネスで退場するってことは、これは浄化作用なんじゃないかなと思うんですよ。ネットビジネスでも FX でもネットワークビジネスでも儲かるかなと思って参加して儲からない人は去っていくわけでしょ。で、ずーっとやってったら、儲かる人ばかりがマーケットに残ればいいのに、相変わらずね、次の世代の儲からない人も混ぜこぜで入ってくるわけですよ。 だから、ずーっと稼ぐ人って、3年前、5年前、10年前から稼いでるよねって感じになって、稼げない人ってのは、以前やってたけどね、稼げないよね、あれ、みたいな感じで、入っちゃ出て、入っちゃ出て、入っちゃ出てってしていくのかなと思うんですよ。まあ、それが、なんかビジネスの流れじゃないかなと思うんですよ。まあ、今回はね、流れということでお届けしましたけども、どうだったんですかね。多分、利益を出すことを第一に、 目的として掲げてるんだったら利益の出ないことはやらずに利益の出てることばっかりをやるはずなんですよでそこでは仲良しクラブを作ったりとかそんな発想は第一番目に来ないんでまず利益が出て利益が出せるもの同士で信頼関係を作っていくんだっていう風な流れになっていくんじゃないかなと思いますけどね